どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今日は強化されたミラボラース使っていこうと思います。リーダースキルで回復力3倍が増えました。すげえ強いんで使っていこうと思います。はい、間違えた、エヴァ初号機ですね。神キラー3突で蜘蛛耐性武器継承です。レギンレイブ悪魔キラー3突で、ブラックジャック装備継承です。レギンリーブ、平子真珠装備継承です。はい。まあ、泥鏡装備でも何でもいいですが、まあ、一応今回、毒耐性装備欲しかったんで、平子真珠にしました。ただ、これ、溜まるな。まあ、溜まるんで、ちょっとターン重めの毒耐性装備ってことで、メリレムジャノインでもつけておこうと思います。はい。そして、ポンのブラックシンカリオン装備継承です。で、ハーデス、ナルカミ装備継承です。まあ、ミラボレでもいいんだよな、別に。で、今日はモンスターハンターチャレンジやっていこうと思います。どうせこれ僕やらずに終わると思うんで、今日やっていこうと思います。で、ちょっと今日はこの今回の強化について語りながら動画撮っていこうと思います。相方ハーデスで追い打ち対応してあげるのもいいと思うんですが、ちょっと今回せっかくなんでミラボレでいっていいですか。ちょっとせっかくなんでリダフレミラボレでやらせてください。いきましょう。あの、裏レッカイとかこの編成でも全然いけるんですけど、その場合はフレンドはね、必ずあれでハーデスでお願いします。追い打ち対応ないときついです。で、今回さ、みんなさ、モンスターハンターの強化見てどう思いました？これ結構僕はね、さすがにね、運営さんやってるなと思っちゃったんですよ。最近僕、クロノマギアも終わったし、すごいパズドラ運営かわいそうだなと思ってて、ね、クロノマギア？ん？あれ？クロノマギアだったっけ？合ってるっけ？合ってるよね。そう、クロノマギアも終わっちゃって、すげえなんかかわいそうでさ、うわーなんか残念だなと思ってたんだけど、なんかね、そしたら魔法石150個配りますって言ってくれて、うわ運営めっちゃ神じゃんと思って、すげえウキウキしてて、アンケートもすげえ楽しみだったんだけど、なんかもうねなめちゃめちゃ弱くない？これあれなんですけど、金曜日の先週の発表の時点でこの強化来ても多分弱いってなってるのに、それをなおかつワンテンポ挟んでアンケートにして、なおかつ弱いってやばくないか？てかね、これね、多分なんだけどね、別にね、だったらね、あのスキルとかリーダースキルとかね、まあ、最悪あんまり1になくてもいいと思うんだよ。最悪覚醒スキル、そう、覚醒スキルさえ強化しておけばね、覚醒スキルさえ強化しておけば絶対使い道があるキャラが多いから、覚醒スキル強いから結局使えるんだよなって使えてたんですよ、本当は。たださ、今回の強化覚醒スキルさえも強くないんだよね。もうこれが一番の問題で、覚醒スキルが強くないって時点でもう使い道がないんですよ、正直言って。だからね、本当にね、微妙だと思う。で、なおかつミラボレアスもね、一個問題点があって、この子回復力3倍が増えてパッと見強そうに見えると思うんですけど、あの、この人闇エルジ必須なんですよ。で、まあ皆さん知ってると思うんですけど、闇エルジってめちゃめちゃ使いづらいんですね。無効貫通組む際にはね、攻撃力3倍分を捨てるか、闇エルジを組みながらなおかつ無効貫通を組んで闇ドロップ14個使うかという2択しかなくて、結構使い道的にもね、ちょっと辛いんですよ。なので正直、一番今回の5体の強化の中で一番強いと思ってるリーダースキルが僕一応ミラボレアスなんですけど、まあイベルカーナかミラボレアスなんだけどね、まあ、イベルカーナよりかはミラボレアスの方が強いと思ってるんですけど、それでも、うん、正直かなり使いづらいし弱いんじゃないかなと思ってます。なので、ちょっと正直な感想を言うと、今回はね、めちゃめちゃ残念だった。いや、しかもね、僕もね、なんかね、ちょっと中途半端に期待しちゃったんですよね。最近運営があまりにも神だから。結局、運営さんの中身はね、変わってなかったということで。まあ、残念でしたね。てか、これ、モンスターハンター側にもちょっと失礼なんじゃないかな。さすがにね。このなんかさ、強化しますよ感出してさ、いっぱい言ってんのにさ、実際の強化こんだけ弱いってさ、さすがにね、運営さん側からしてもね、なんでなんてなるし、運営さんっていうか、あの、ごめんなさい、モンスターハンターの、ね、人からしてもあんま良くないんじゃないかなと思うんだけどね、この強化内容は。なんか何かしら運営さんが強化しなかった理由があるのかもしれませんが、そうだとしても強化した方がいいレベルの内容だと思います。本当にこの程度の強化で今のプレイヤーがじゃあ満足して使いますってなるとは思えない、はっきり言って。正直使いづらいままだしね。なのですごい残念です。まあみんながさ、どう思ってるか分かんないから、あくまでこれ全部俺の持論なんだけど、正直こんな強化だったら、もはや強化来なくていいレベルで、だと思うんだよね。本当にあまりにも中途半端すぎて、すごい残念でした。めっちゃ期待してたからな。強化が入ります！明日発表しますみたいなノリで言ってさ、
このレベルってやばいよマジで。ぜひ運営さんに届いてほしいんですけどね。もう少し強化した方がいいと思います。これ結構ガチで。こんなんもうなんか当たり前のことだからね、言い直すのことじゃないけど、あまりにも弱いと本当にユーザー側もね、もう何とも言えない気持ちになっちゃうんで、マジで。ここまでいっちゃうと。まず運営さんは次強化することがあれば、気をつけていただきたいなと思いました。よし。まあそんな感じですね。正直僕の感想としては。はい。最後、ML 仕組んでいきます。ミラボリアンスね、こんな感じで周回に使う分には強いと思いますけど、攻略に関してはな、ちょっとな。はい、まあすごいね、攻略しながらぐだぐだ話したんですが、まあそれを踏まえて最終的な僕の感想ですね。あ、7強4つになってさ、まずめっちゃ期待したのにさ、リーダースキルなんなんこれ。なんで HP とね、軽減とかないんやろうね。運営さんはこれを一回、冷静に考えてほしいんだけど、ドラゴンタイプの体力タイプと攻撃力と回復力が3倍、水の2コンボ以上で攻撃力が 6.5 倍、2コンボ加算が妥当だと思って性能付けしたんだよね、多分。これが、このキャラたちの妥当な性能だと思って付けたんだよね。僕が言うと、多分、HP が2倍は絶対についていいし、さらにはもう水の2コンボで軽減と攻撃力が 6.5 倍がついてもいいと思ってる、俺は。本当に HP2 倍、攻撃力、回復力が3倍、そして水の2コンボで攻撃力が 6.5 倍、2コンボ加算、そしてダメージ軽減持ち。これでも全然今の環境なら環境トップに入ってこないレベルだと思うんで、全然いいと思います。いや、てか僕本当に、それがでもさすがにね、強すぎるってのはわかるんだけど、ただせめて HP2 倍はついても何のもんでもないと思ったんだけどね。残念。ウィルカーのね、攻撃力22倍になったのはいいんですけど、どっちみち使いづらいの変わらないんで、うーんって感じ。まあ一応これは明日あたりに使ってみた動画出そうと思ってますが、正直なんとも。ディアブロスはもう一番さ、ディアブロがかわいそうじゃない？なんか一時期の時代を築いたからさ、めっちゃみんな期待してさ、ディアブロス強化されねえかなと思って待ってたのにさ、なんか実際はね、5色同時攻撃で攻撃力と回復力が 1.5 倍だけと。まあしかも言うならね、5色同時攻撃で回復力 1.5 倍されてもね、意味ないからね。どっちみちまあ6色じゃないと回復できないってのもあるしね。まあでも攻撃力が倍率かかるからあれなんだけど、なんかちょっと残念だなーって感じ。うん、正直使えないしな。陣容がはね、サブならワンチャン使えるんやけどね。正直さ、ダブル軽減持ってるとはいえども、今このリーダーを使おうって人はいなくないか。だってイデアルでよくない、別に。だって本当にミッキーでよくない、だって本当にね、ダイヤでよくない、だって本当にアルジでよくない、だって本当にって感じな。なんとも言えねえな。で、ミラボレアス。ミラボレがまだ唯一使えそうな感じはしたけど、やっぱりそれとも L 字消しの縛りが厳しすぎて何とも言えん。なんか、っていうことを踏まえると、やっぱりちょっと今回の強化は何もしなさすぎじゃないかなとは思います。まあ、ぜひ運営さんは次強化する機会があれば、もう少し強化してもらえればなと思います。はい、まあ、ちょっと今日はね、なんか動画撮るテンションじゃないし、ちょっと本当に残念だったんで、今日もモンハンの、攻略動画はこれで終わります。また明日、撮り直します。はい。で、まあ、この後ワンチャン暇だったら交換所解説動画も出すんで、そちらもご覧ください。じゃあチャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。